お願いします。ではまず最初にビフォアの状態がどういう状態だったか、はい、そうですね、ビフォアは結構前髪が長くて目の下ぐらいだった。で、あとサイドとか顔周りが、まあ、毛先の部分にちょっとだけレイヤーが入ってる状態だったらっていうところですね、はい、あとあんまり動きが出てない感じです。はい、そうしましたら今日カッ、していただいたカットについて、はい、教えてください。カットは、まあ、レングスは5センチぐらいアウトラインは切らせていただいて、まあ、今日はあの顔周りと毛先のワンカールっていうかそういうところを出したかったので、結構顔周りはハイレイヤーを入れさせていただきました。で、後ろのレイヤーに関してはあんまりこう入れずに毛先だけちょっとグラデーションみたいな感じで、あと前髪もあの作らせてもらったんですけど、このセンターのところからちょっとずつこうサイドにラウンドするようなレイヤー風な前髪にしてあります。まあ、あの 2way であってもいいしなくてもいいしみたいなにできるようにしてあります。全体の毛量は、まあ、毛先のレイヤーの部分を中心にあのちょっとあの今回セニングを細かくちょこ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 入れて動きをと毛量の調節をしてます。はい、今回のカットで一番重要だったポイントというかこだわった部分というのはどこでしょうか。今回はこのフェイスラインのこのフロントのこのレイヤー感、これが綺麗に決まってないとうまく、ね、いかないので、そこを本当にこだわって細かく切らせてもらってます。はい、レイヤーを入れる位置とか高さっていうのはどのように決められたんですか。だいたい顎ラインぐらいからのこのこっからこの間にあのフェイスラインを中心にシャ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 って細かくレイヤーを入れていくんですけど、あんまりこう高い位置にしすぎちゃうとダメなので、このひし形になるぐらいのこの辺からちょっと重めな感じなんだけど、ちょっとちゃんと動きがあるっていう、その微妙なバランスで切らしてもらってます。ではスタイリングについてお願いします。スタイリングは、まあ、毛先あのワンカール本当に J カールぐらいの感じでランダムにアイロンを取って毛束を取って、それで本当に J カールぐらいのワンカールに巻いてますね。サイズは何ミリ？サイズは、まあ、38とかがこれは一番いいかもしれないですね。はい、仕上げのスタイリング剤などはどうですか。スタイリング剤はこれ結構同じ方向に巻いちゃってるので、あの普通にそのままやっちゃうと全部ゴロンっていう感じになっちゃうので、ちょっとずつこう手でほぐしながらやって、その後毛束をちょっとずらすような感じにすると、こういう動きのあるワンカールになるっていう感じですね。それはスタイリング剤をつけた後にこうほぐしていくっていう。そうですね、はい、何を使われていますか。ちょっとミルクっぽいので、あの毛束感を作っていきます。全然固まんないやつですね、はい、その顔周りのふわっとしたところの作り方っていうのはコツはありますか。これはよくあの最近の動画とかだと毛先内巻きにしてこう波巻きみたいな感じでこうふわってさせるっていう人が多いと思うんですけど、これもっと超簡単で、実は毛先だけ巻いてちょっとここをふっと浮かして、そこに下にちょっとスプレーを振るだけなんですよ。そうするとこのふんわり感とくびれ感が簡単にできちゃうので、いちいちあの巻きで作んなくてもあのスプレーで作っちゃってますね。で、結構これずっとレイヤーも入ってるんで浮いた感じがずっと続くっていう、はい、めっちゃ簡単ですね。めっちゃ簡単です。ありがとうございます。この今回のスタイルを、どんな女性にお勧めしたいですか。いや、今回のテーマ通り美人でしたっけ、はい、美人になりたい人にもう超おすすめ、はい、可愛くモテたい人に超おすすめな感じですね。扉用に取らせてもらった、はい、こっちのスタイルは前髪を上げてますけれども、はい、さっきおっしゃってたその 2way にできるバングだから、そうですね、 2way バングでサイドもちょっとこう流し気味にしながら、うん、こっちもちょっと外に巻いてみました、はい、だいぶ印象が変わります、ね、そうですね、ブラシでほぐしただけでこういう風になります。わかりました。今回もありがとうございます。
ありがとうございました、はい、こちらで大丈夫です。ありがとうございます。めっちゃいいですね、はい。